平優奈です。台本を読んで、あと今回は結構こう ALS という病気を題材にしていて、突然初期症状が転んだり手足の力がなくなるっていう状態があるので、結構転ぶシーンが多かったので、まず転ぶ練習をしたりとか、あと ALS 患者さんに実際にお話をお聞きしに行って初期症状を聞いたりとかして、まずその ALS の病気を始めるところから始めました。実際本読みの時にお会いしたら、でもなんかすごいイメージ的にはなんか今に戻しそうな雰囲気だったんですけど、だんだんお話しするにつれてすごいなんかもういつだってなんかこうノーマルな男らしく和やかな雰囲気で、なんかすごい結構年齢も上なんですけど全然そんな風に感じさせないぐらい気さくな方だったんで、話しやすくてとても好青年なイメージでした。そうだね、私は今おいっ子めいっ子が8人いるので、下の子たちが結構まだ赤ちゃんがいたりするんですけど、すごい可愛くて、まあ、なかなか海外にいるんでなかなか会えなかったりするんですけど、テレビ電話して最近はどんどん喋れるようになってきて、ゆうちゃんとか言ってくれるのがすごい嬉しいです。おいっ子めいっ子が愛おしいですね。なんだろうな、忘れたくないこととかは、こうやって日々なんかバタバタ過ごしてると、すごい人とこういっぱいコミュニケーション、まあ出会いも多かったり人とのコミュニケーションを取ることすごい多いんですけど、なんかねこう些細な出来事だったり些細な会話も忘れがちになっちゃうかもしれないけど、そういう大切な時間を忘れたくないなって思います。ちょっと前からなんですけど、すごく韓国ドラマにハマってしまい、話題の作品をちょっと結構見たんですけど、1日休みがあった時に1日10話も見てしまってすごい時間を忘れる、食べることも忘れるぐらい夢中になってしまってます。なんで結構まだ韓国ドラマブームは続いてるんで、見始めたらもう時間忘れちゃってます。でもなんかそれ考えたら結構毎日起きてる気もするんですけど、人との出会い、なんか本当に私もこの今環境に入れることもすごい奇跡だなって思うし、11歳からこの世界に入ったんですけど、もうすぐ10周年になるんですけど、こうして今この前に入れることも奇跡だし、なんか自分の周りにいてくれる人たちに出会えたことが10万分の1の確率で起きた出来事かなって思います。そうですね、10万分の1が11月27日より公開となっています。 ALS に突然なってしまった女の子がすごいいろいろ切ない中でも、初めて高校生同士で恋をして、一生懸命2人支えながらいろんな人のこう手助けを借りて一生懸命頑張っていくお話なので、学生だけじゃなくお母さん世代お父さん世代の方にも見ていただいて、このご時世だからこそ何か感じることもあると思いますので、いろいろメッセージ性の強い作品になっています。ぜひ劇場でご覧ください。バイバイ。一生懸命恋をした、好きだよ、桜木さんが好きだ。二人で過ごす時間が大切なものに変わる頃、10万分の1の確率でしか起こらないある運命が降りかかる。なんで動かないの。僕は空に一緒に笑ったり話したり当たり前のこと何にもできなくなるんだよ。この先もあの子はいろんなことを失っていく。私と付き合ったこと後悔するよ。大丈夫だよリナ、俺が守るから。言葉にすることすらできない。10万分の1の確率がもたらした涙が止まらない純愛ラブストーリー。たとえどんな未来が待っていたとしても10万分の1